本社アスプスの郵便配達者夜のアスプスの郵便配達者アメリカ合衆国郵便公社はアメリカ合衆国の郵便事業を担当する公社。アメリカなどでは US メールなどとも呼ばれる。また日本ではアメリカ郵便公社、アメリカ郵政公社もしくはアメリカ合衆国郵政公社と訳される場合が多いが政府機関では米国郵政庁と訳されることもある。 青地に白色のロゴマークは国鳥である白桃和紙をイメージしている。日本の郵政省、郵政事業庁、日本郵政公社がかつて取り扱っていた郵便貯金、簡易生命保険はアメリカ郵便公社では取り扱っていない。1971年7月1日、アメリカ郵政省より郵便事業をすべて移管し発足した。 2020年6月より総裁はルイスデジョイ。1970年代初頭には、当時電報会社であったウエスタンユニオンと提携し、電子郵便サービス、メールグラムを導入した。2000年代以降、電子メールの普及により、郵便物の量は激減しており、2009年度の決算で約38億ドルの赤字を計上した。これに対し、郵便公社は、 約4万人の人員削減、残業カット、運送費切り詰め、退職者の健康保険合理化など総額10億ドル相当のコスト節減を打ち出した。また土曜日の配達を止め、週5日制にすることも検討され、結果として2011年上半期から土曜日の配達を取りやめることとなった。2008年、 アメリカの電話会社の AT&T のソフトウェアアーキテクチャシステム開発をアメリカ合衆国郵政公社から予算2000万ドルを上限に受注できたことを発表した。2010年の時点で向こう10年間に毎年230億ドルの赤字が計上される見込みとなった。アメリカ議会は2003年に公社が負担する従業員の年金90億ドルを削減することに合意。 2009年には退職した職員の医療費に関する負担を40億ドル軽減した。2013年2月までに3万5000人の人員削減を予定している。2013年2月6日、8月までに土曜日の第一種郵便の配達を打ち切るとの計画を明らかにしたが、この計画は議会により却下されている。2020年、 ルイス・デ・ジョイ総裁の指示の下でコスト削減策と称する様々な改革に手をつけていたが一連の政策による変更点を元通りにすると述べた。1986年8月20日、オクラホーマ州エドモンドの郵便局で局員のパトリック・ヘンリー・シェリルが所持していた拳銃を乱射して同僚の14人を殺害し6人を負傷させる事件を起こした。 犯行動機は職場でのストレスだった。シェリルは事件後その場で自殺している。この事件以外にも郵便局職員、現職員による殺人事件がたびたび発生している。これらの事件を背景に、1990年代には切れることを意味するゴーイングポスタルというアメリカ英語のスラングが生まれた。1997年には街中で人々を無差別に、 銃で殺して回るパソコンゲームポスタルが作られた。1996年から2004年にかけて自転車のロードレースチームのスポンサーを務め、チームに所属するランス・アームストロングが1999年から2004年にかけてツールド・フランスを6連覇した。しかし、後にこれらの記録はドーピングによるものとして抹消された。ありがとうございます。